少し時間が空いたけど、どうしようかな。ん？あそこにいるのは、リズか？あ、キリト！ちょうどよかった！あんたを探してたのよ。何か用か、リズ。実は、火事の練習用素材を集めたくてさ。여기서도대장장が良ければ、今から手伝ってもらえたらなって。まあ、ちょうど予定もなかったし、平気だよ。それに機械を見て、この世界のことをいろいろと紹介したいとも思ってたんだ。本当？悪いわね。ありがとう。それにしても、リズはこの世界でもやっぱり鍛冶屋をやるんだな。当たり前でしょ。それが私だもの。この世界の鍛冶を学ぶために、また。レベル초기화돼버렸으니까。그하이레벨어카운트에대장장의레벨있는거뭐그런거라도좀고르지고래마でもずっとやってきたんだしすぐに上達するだろ응頑張るわとはいえまずは素材集めねキリトいい場所知ってたりしない대충한1장이17시간정도걸렸으니까そうだな少し歩くけどいいか全然대충한100시간나오지않을까요일단트로피를보면은메인스토리는6장까지있는모양이던군요한장마다대충한20시간에서한15시간정도잡으면은리즈야민나가来てくれて嬉しいからなそりゃ嬉しいでしょうね愛しの彼女さんに2年ぶりに会えたわけだしみんなって言っただろアスナだけじゃないって冗談よ私もキリトにまた会えて嬉しかったわほんとあんたはいつも無茶ばっかりしてさ今回だって本当に心配したんだからリーズごめんな本当にありがとう저는라우어를투를안해봐가지고어떻게말씀을드릴수가없겠네요ちょっと感傷的になっちゃったわねじゃあ気を取り直して行きましょうか。あ、そうだな。え、もうメインストーリー깨는데는これで終わりだ。설마리집에다가도또듀얼하는거야？あんたやっぱりこの世界でもめちゃくちゃ強いのね。感心するやら呆れるやら。でも。おかげで素材も集まったし、これで火事の練習ができそうね。ありがとう。力になれたみたいでよかったよ。それにしても、あんたとその夜空の剣はびっくりするぐらい相性抜群ね。一章내내까만녀석이라고불렸던거。そうか。ええ、感覚の話になっちゃうんだけど、その剣とあんたを見ているとそう感じるの。SAO 에서만들어졌던그검리스가言うんだからきっとそうなんだろうなどうかなこの世界での人と武器の関係についてまだまだ理解しきれてない部分が多いから武器を大切に扱い信じることが強さ라오하고비교하는것은장르가다르니까비교하기가좀애매하다는의미에서말씀하신걸거예요ただこの世界ではその武器を信じるってことがより強さにおいて重要視されるんだ。信じる。比較を하려고해도게임이단순히게임이라는카테고리내에서도장르가아니니까요。気づいてきたからこそ、こいつは俺の思いに応えてくれるようになったんだ。なるほど。武器との信頼関係ね。鍛冶をする上でも重要そうね。そうかもしれない。その武器を強く信じれば。きっと新たな力を引き出せるはずだからな。でもリズはこれまでも愛情を持って武器と接してきたの。だからこの世界でも絶対にうまくいくよ。そうね。ありがとうキリト。ちょっと自信が出てきたわ。武器と使い手の関係性をもっと見ていけば、この世界でも鍛冶屋としてみんなをサポートできるようになるかも。공략이없어서전진을못해요？でも。それだけじゃダメなのよね。후반부시나리아후반부추가 DLC 들같은건사람들이별로잘안했나？응？ダメって
どうしてだ?私、鍛冶屋であると同時に一人の戦士としてもキリトを支えるって決めたの。だから自分の武器との信頼関係も築いていかないと。リース。 이것도 서브 퀘스트에서 뭘 잡으라고 할 때는 어디에 있다 뭐 그런 것을 미니맵에 보여주질 않더라고요. 分かってるわよ. 私が ピンチになったら またキリトに迷惑かけちゃうからね。 まあ キリトに助けてもらうっていうのも悪くないけど。 ん? 何か言ったか? 何でもないわよ。 それで? キリトは夜空の剣とどうやって信頼関係を築いてきたの? それは戦いの中でだ。譲れない思いを貫くために何度も戦って。 룰리드 마을에서 처음으로 서브 퀘스트 받았는데 어디로 가라고 그런 표시를 안 해줘. その中で俺と夜空の剣は互いのことを知って理解して信じ合うようになった。少なくとも俺はそう思ってる。そっか、すごく素敵な関係だね。キリトと夜空の剣のこともっと知りたいな。それに私も自分の武器と信頼を築きたいし。 너도 갑자기 기승전 듀얼이냐? 이제 저스트 가드. 왜 이걸 못 이기고 있지? 왜 EX 커넥터가 안 뜨지? 듀얼에서 안 뜨나? 아, 또 이걸 두 번씩이나 빗나가다니 지금 왜 이래. 피니셔츠 맞췄다면은 이미 끝났을 듀얼인데. 戦ってみてよくわかったわ. 키리토と夜空の剣がいかに強い絆で結ばれているかが. 리즈もこの世界に来たばかりとは思えない動きだったよ. さすが、いろんな仮想世界を経験してるだけあるな. まだまだよ. 戦士としても鍛冶屋としても これからもっと頑張ってキリトを助けられるようにするわ. あんたの剣を長年面倒見てきた鍛冶屋として夜空の剣に負けない剣を打ちたいっていう思いもあるし、それを可能にするかもしれない。とっておきのアカウントをわざわざ選んだんだからね。とっておきのアカウントっていうからには特別な能力か何かを持っているんだろう。ええ、これはハイレベルアカウントの一つでクラフト王を担う存在よ。まあアンダーワールド的に言えば 鍛冶屋と変わらないんでしょうけどね。そして肝心の能力だけど、このアカウントでは素材を消費して物質変換で武具を作り出すことができるの。家事の工程を省けるってことか。ええ、素材にできるのは鉱石や木材なんかだけみたいだけどね。だとしても家事に深く関わるアカウントなんてリズに、ぴったりだと思うぜ。ええ、即決だったわ。とにかくキリト、サポート期待していてね。
뭐 신호는 원거리 지원형이라는 건 알겠고 그럼 시리카는 대체 뭐죠? 嬉しいよ. 가방 들고 다니니까 뭐 짐꾼이라든가 뭐 그런 건 아닐 테고. 確かに リス에 出会ってから 俺の 剣の ほとんどを メンテナンス してもらっているからな. SAO で リズベット 武具店を あんたが 訪れたのが 出会いの 始まりよね. そうそう. オーダーメイドの 剣を 作ってもらう ために リス の 店を 訪ねたんだったよな. 火事の 素材を 集める ために 一緒に 雪山に 登って 竜の 巣に 落ちて. でも おかげで 素材を 手に入れ. 그 소재가 무엇인가는 정확히 언급하려고 하질 않네. 大切な 思い出よ. 아, 俺もだよ. その時から リズには ずっと 世話になっているよな. ALO だろうが GGO だろうが どんな世界でも 鍛冶屋という 立場を 貫いてきたんだもの. アンダーワールドでも 同じように みんなの サポートを するのは 当然でしょ? 아, 俺も 鍛冶屋として リズが いるのなら 心強いこと この上ないよ. 素材も 集まったし 帰るか? ええ、助かったわ. あんたはどこ行っても頼りになるわね. アンダーワールドに関して言えば 過ごした期間がリズよりも長いからな. まあそうよね. アスナもユイちゃんもいない世界での 2年間だもんね. なんだよ 妙に引っかかる言い方だな. なんでもないわよ. ただ 女の子をはべらせるのも ほどほどにしときなさいよ. はべらせ? そんなこと断じてしてないからな! なんてね! この世界でもよろしくね、キリト!